はい。えー、ついてですね、描画モードに突入です。四色グラデーションからいきたいと思います。えー、まずグラデーションですね。はい。えー、こんな感じで四色グラデーションかけます。 はい。まずはちょっとリセットをしてパチッとかけますと、もう名前の通り4色のグラデーションが出るだけなんですね。で、ここのポイントはですね、描画モードでついてますんで、例えば加算だったら明るい部分でこういう風に加算されますよーった感じで、まあ4色を割り当てることができます。ただ最初にこのデフォルトで入っているこの4色っていうのが結構すごいついすぎるんですよね。これで多分誤解を受けてしまってるんじゃないかなと思います。なので、ね、例えばですね、もう こういう風な感じで、あんまりこう、なんていうのかな、ドギツ色ばっかり選ばないで、まあこう、うまくね、こう白とかグレーとか、まあ必要であるなとっていう色を選んであげると、えー、これもっと誤解を受けないエフェクトになるんじゃないかなと思ったりするんですよね。なんかまあ、いろいろと使い方はあると思うんですけども、例えばこんな使い方。はい、今これ何やったかっていうとですね、これにですね、今、 こう4尺グラデーションをかけるんですね。で、文字にかけると、ここの文字の端のアウトライン、これがどうしてもなくなっちゃうんですよ。普通はこうなってるんですがなくなってしまう。そうした場合に、もう一個上に、こういった文字を作ります。 はい。そしてそれを描画モードで加算するんですね。そうするとこんなような感じに中の部分だけグラデーションがかかっているというふうになります。もちろんここアウトラインとですね、えー、反転させると今度は外の部分のみ、えー、グラデーションがかかるといった形になります。まあこういった文字のね、演出なんかに結構使えたりするのでおすすめかもしれません。